はいどうも皆さんこんにちはこんがりですというわけでですね本日もバットルブレイクアやっていこうと思いますはいということでね、えー、たった今破産したんですけれどもレイドからね、えー、帰ってきた直後に運営さんからね、えー、こんな申し出がありましたと、えー、サプライを渡すまあ渡すというよりも買うだなこれこれちょっとさ渡すんだったらタダで渡してくんないと困りますよね セレクトバンドルを使って最高の状態でレイドを始めよう78%オフでえ4万公演がですねこれ多分日本円で50円かな安っ <laughs> まあ安いけどね、えー、まあ僕はですね一度課金したらもうねあの外れてしまうと思うんですよねこれってリミッターが人のさそのさなんか鍵をさガッチャンコしてたところがカチャリって開いちゃうともうね歯止めが効かなくなると思うんで ここの誘惑に負けちゃいけないと思うんですよ。しかもこれも見てください。6万公演がなんと70円で売っております。はい今ね、この物価高の、まあ、状況でですね、まあ、50円、70円、まあ、トータル120円ですか。まあ、それで、えー、公演にすると、まあ、約10万5000公演がもらえるという感じなんですけど、まあ、もらえるというか買えるというか、はいまあ、僕はですね、まあ、そんなね、 えー、甘い言葉には甘いささやきには負けねえぞということでまああの10万公演120円で買うのもいいんですけど、まあ、どうせね10万公演稼ぐんだったらインポスターで稼ぎましょうよってことで、えー、まあ今日も今日とてインポスターやっていきたいと思いますはいなんかちょうどね良、えー、さげなファルが来ていたので、えー、今回はね、えー、このファルを使って敵をねブチッご従していこうと思うってことで早速やっていきましょうか 警告。もう僕がね、インポスターやるときは、もう警告でしかね、やらないんですよ。その他のマップね、マジでわかんないから、やっぱり一番わかっている、理解をしているマップで、えこのインポスターを使ってね、え無料で、まあ、10万、20万稼いでいくと。はい、ということでね、え秒速45センチメートルでマッチングしました。対戦よろしくお願いします。まあ、120円でね、まあ、公園を、まあ、買うのもいいと思うんですけど、僕はね、 まあ、血と、汗と、そして、血ヘドを吐いて、まあ、十万公演ね、え、ゲットするのもいいと思うんだ。で、あいつなんだあいつなんかいるんだけどさ、あいつ芝こっか、うん、邪魔だから。はい、芝来ました。プギャりました、早速。はい、やってやったぜ。あ、待って待って待って。あいつまずい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 。変なやついるし。あそこになんか見てるやついる。怖い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 ,怖い。あいつラグすぎない大丈夫かあいつ。芝居とこっか邪魔だから。やったかやれてないかあまだやれてないわ。 ちょ、あいつさ、絶対人だろ、あれ。ちょっと見えてますよ。はい、ばきました。対戦、ありがとうございました。こういうこと。なめんじゃねえよ、と。で、ここでばいたやつのさ、武士くれよ、と。え、どこ行ったの俺がばいたやつ。はえ、消えたんだけど。え、おかしいだろって、ほんとに、マジで。やめとけって、ほんとに。なんなんだ、これは。クソゲーかあいつはなんだあいつ人だな、多分。あと人臭いですね。今見えましたか、皆さん。いましたよ。 変なところにああ変な銃声出してるのあいつあいつあいつほらほらほらいたじゃんあいつもしっかりとしばいてあげるが世の情けなのよちょ待って待って待って,て待ってあいつしばきてえなちょ待ってなんで銃声出してるのそこで拾うんかああやり合ってんなちょそこで止まってってくんねえかなほんと頼むからあい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 はい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 オッケー、はいこういうことえマジでうますぎないかやっぱこうやってさ実力も高めながら 稼げるってさ、ほんと素晴らしいよね。俺が縛いたやつマジどこ行ったのあいつ保険カード使ってる可能性あるな。なんかさ、噂によるとさ、保険カード使うとね、縛いた後に物資が消えるとか、なんかそんなこともあるみたいですよ。さあ、AK-74N やってきちゃったあ。えー、からのですね、えー、リグとかもまあ見せてもらって、えー、とりあえずね、ゲットしておきましょうか。やっぱこれ人だったわ。アップね。こいつは危なかった、ほんとに。なんか見てたもんね。 はい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 、しょっぱすぎー。なにこれちょっとマジか。いらな。ま、あでもバックパックはでかいんでもらっておきましょう。仕方なしに。えー、からのポケットもまさぐってあげて。えー、これマジで大事。回復と、巻き巻きタイムね。やっぱり消えてるな俺が縛いたやつ消えちゃってるわ。装備保険使ってた可能性があるな。で、なんかしなけどあんなところにもいるじゃん。あいつなんだあと縛いとこか。おら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 。はいはいはい。やったやった。えー、マジでえー、強すぎないちょっとさすがに。 え、俺、自分自身でだいぶ引いちゃってるんですけど、え、覚醒したか。やっぱりなんか、憎しみが力を生むような、喜怒哀楽って大事だと思うんだよ、本当に。人間のさ、感情ってね、無限の可能性が広がってると思う、僕は。さあ、とりあえず、え、君からもね、物資、物色しましょうか。9、4、6、1。なんかやってきちゃった。いや、ちょっとしょっぱいと思ったら、なんか持ってんじゃん。素晴らしい。 じゃあ、あっちもちょっと芝きに行きましょうね。ちょっとりあえず稼ごう。もう10万公演目指してさ、頑張っていきましょう。ただ、この渓谷通常区にはね、えとんでもない大物とかえたまにいるんで、まあ、たまにというか、まあもう、当たり前にいるよね。日常茶飯事ってやつあ、茶飯事でした。すいません。いや、マジでいるんですよ。本当に。えぐいやつが。だからあんまりさ、こういうね、遮蔽のないところを通ると、芝かれるので、 あんま通りたくないんだけどまあでもしょうがなしとさあまあとりあえずなんとか危機は逃れたかなって感じちょマジでやめてくれよなほんとインポスターやっててもさ僕なんだかんだねやっぱそのしばきに目がいっちゃうというかさ、まあ漁るっていうまあ楽しさもあるんだけどやっぱりなんだかんだまあこうやってしばいてねまあ物資をなんか楽に稼いでしまおうっていう考えが抜けませんねまあ、コントラクター癖っていうんですかあんまりあさり界はねないんですよ僕 一旦ちょっとこれさ、変えとくか。さすがに半分未満はやばいかも。でも、UN 弾はもっとやばいかも。フルで撃てたところって何なんて話だからな。あー、とりあえずなんか死んだけど、ガス分析調置やってきちゃー。ちょっとすいません。滑舌が死んでてすまん。いないか。こん中とかなんかたまにいるからな。で、空いてるか。あー、さすがに空いてるか。ちょっとウィンターコート一応漁っとこう。ここは空いてるかどうかの判断がつきませんからね。判断がつかない。 さあそしてえ、セカンドシーズンも入れておきます。一応ね。残り13分か。意外と今回ね、なんかもう19分で沸いたので、なかなか時間がないわけですよ。まあこういった時にどうするかというと、まああとはガンアサリムーブでいいか、ちょっともうやる意味ないな。もうこっからはさ、ガンガン開けていきましょう。さあ、書類ケースオープニングセレモニー。一応もらっとくか、この辺。黒テープはなんか、価格がね、なんかバカみたいにさ、跳ね上がる時あるから。 とりあえずもらっとくわ。はい、こんなところまでやってきましたよ。これは何あ、来た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 カモナのぬいぐるみ置いてんじゃんかわいい映えですね、これ。ワンチャンサムネの可能性がある。まあ、絶対にない。ってことで、えー、とりあえず、まあ、ま、あ女子人気もね、集めたいので、まあ、このね、ぬいぐるみで釣るっていうのは、まあ、ありかもしんないな。さあ、M800 に MPF45 のバカタレ。あとはやっぱり別荘か。 もう別荘行くしかないわ。こんだけ縛いてもちょっとしょっぱいので、これはもう別荘ムーブに切り替えますね。まあ、ここで負ければ一問なし、そして勝てば億万長者やっていきましょうか。ワンチャン敵からね、赤アイテムとか極秘文書とか出る可能性ありますから、皆さんもね、予想してみてください。僕が縛いた敵から一体全体何が出るのか。えー、僕は今回ね、 えーまあ極秘文書が出るんじゃなないかなと予想していいいきたいと思います予想やこんがり爆弾いやマジで絶対いるからさこれ確実に100%ちょ怖いんですけどもう行かざるを得ないというかちょもう僕にさもう選択肢はないわけよある意味まあ、無数の可能性っていうのが秘められてるかもしれないんだけど追い込まれちゃってるのよね追い込まれてたらさそんなさなんか豊富な選択肢が目に入らないというか もうう行くししかなないいんでしょっていう感じなのよ怖い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 ちょ。マジで怖い。どうせいるんだよだってここ。もうマジでさ、やばいやついそう。さあなんかしばかれ案件ダブルで入っていますが。怖わちょマジで怖いわ。ちょガチで怖いわ。あ鳥肌止まんないビビったマジで。お前ビビらせんなほんと。ちょ待って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 。いやなんかいっぱいいるなここらへん。いなさそうか。もう開いちゃってんわ。 あ期待値ゼロ。さあ、そして、えー、君をとりあえず前にやっといて、で、僕は君の後ろついていきましょうか。ちょ、これでさ、まあ、ちょっとね、カモフラージュしながら、まあ、こっちに進んでいこうと思うんですけど、いないかしら、こっち側は。いるかいないか、どっちなんだいません。さあ、もう敵とこれさ、合わない可能性のが高いな、こうなってくると。僕が別荘付近でね、しばいたやつが、 なんかさ、見てたからね、ワンチャンいるのかと思ったけど、いなさそうか、これは。いや、絶対いるよな、帰ったか。ちょ、よくわかりませんが、えー、とりあえず、なんか気配なし。開いちゃってるわ。うわ、極秘文書チャレンジもできないし、マジっすか。じゃあ、ちょっととりあえず、ウィンターコートも漁っていきましょう。残り8分か。もう、さすがに無理かな。 いやー、十万厳しいな、これ。まあ、今回のコンセプトはさ、まあ、十万行くことなので、ちょっとね、何かしら欲しいんだけど、何もないわ。別荘がここまで渋いことあんまないんだけどね。基本的に行ったらさ、何かしらあるんですけど、こんなにも何もないことある。ガチか。いやー、ここさ、なんか、しばかれ案件入ってますけど、どうせしょっぱいも、何もないんでしょいやー、まあ、物の見事に空っぽと、はい、何もありませんでした。 これは渋すぎますな。ちょ、敵がさ、芝いててくれればめちゃめちゃ良かったんだけど、そんな感じでもなさそうなんでね、ワンチャンなんかこいつがさ、僕の中でね、インポスター説が出てるので、まあ一応あさっておきましょうか。なんか美味しそうじゃないリグもちょっとでかいし、ちょっと変えときましょう、これリグを。あ、でもこれ違うわ。ダメだ。しょっぱすぎる。まずい。おい、10万公演稼げねえぞ、このままじゃ。 ちょっと漁るとこねえか。残り6分。あ、だいぶまずいかもしんない、本当に。騎士回生一発大逆転のさ、アイテムないかしら、この辺に。ちょっとジムバック漁るわ。ああ、アッポージュース。まずい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 。な、ま、ん、ま、もない、なんもない。ああ、まずい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 。慌てるな。こうやって時間にさ、慌てるとね、よくないんで、ちょっと落ち着いていきましょう。でも、それにしてもさ、なんもないんだよな、本当に。 はい、まあ、このね、回復はもらっておきましょうか。3000円ぐらいの価値はあるから、ちょこの辺もあさらせてもらいましょうか。はい、ちょっと木箱もね、あさってあげて、で、ちょっとこの辺も渋いからさ、落とすわ。うん、ちょっとこれ落としましょう。ちょ最大限利益を求めるために、あのマガジンとかねえ、全部ね、捨ててあげて、で、あの目の前のやつは何なんだこれ、インポスターボットの可能性もあるからさ、まあ、しばいてやってもいいかもしんない。 あいつインポスターボットだな。おら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 。はいはいはい。はい5発、6発目。はい沈みました。さあ、とりあえずね、えー、君の物資見させてもらいますが。ちょ、マジで何かしら拾っといてくれ。インポスターボットちゃんよ。これだけ時間があったんだから、漁る時間はあったぞ。何も持ってないなんてことは許されませんよ。さあ、ブリーチ。マジか。何も持ってねえじゃねえか。おい、待って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 。あ、じゃあこれ、港湾から帰るルートで行きましょうか。 ただ、港湾が漁り尽くされていたら、もう僕はですね、おしまいです。はい。ちょっと待ってね。まずは、OK、第一関門突破。ここのさ、あの、エキスパートツールボックスが漁られてないってことは、結構漁られてないんじゃないでしょうか。ここが空いてたらもう終わりなのよ、正直。もうだいぶさ、やられてんなって感じなんですが、まあ、とりあえず、マスターカ900円以上のものは、 全部ですね。えー、僕がもう、ぶんどります。ぶんどりゲーミング。さジムバッグもオープニングセレモニー。何も出ず。いや、歯磨き粉はさすがに渋すぎだって。ちょ、頼むぜ。ちょ、種類ケース。マジで夢を見せてくれ。極秘文書 <laughs> 来るわけがない。ちょ、マジか。お願いだよ、なんかさ光るもの来てくんないかなもう何も来ないじゃん。ちょ、マジすか。 え、ちょっとやめてくれませんほんとに。あ、まずい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 。ちょ、マジでまずい。でもなんかさ、足音鳴ってないの怖いんだよな、これ。いるか、ワンちゃん。ちょ、なんか怖いんですよね。なんでこんなに静かなのっていう。さあ、スーツケースからも、特に何も出ないですね。ちょっとさ、ポストカードとか欲しいんだけど。で、あの、イベントの件なんですけど、あれ、ポストカードさ、あの、1種類でね、いいと思ってたんだけどさ、3種類集めないと、あの、 キーのね、サプライもらえないので、ちょ3種類必要らしいです、皆さん。僕もね、裏でポストカード集めてて、なんかそれに気づきました。さあ、引き出し何も出ない。引き出物ないんかい。ちょっと待ってくださいよ。あ、まずいまずいまずい。あ、本当にまずい。なんもないじゃん。ちょい待ってちょい待って。残り2分30秒。これはやばい。さあ、そして、そこ開いちゃってる開いちゃってる。あ、これ中身開いちゃってるパティーンか。嘘でしょ。 ちょっと漁らせてくださいよ。あ、開いちゃってんね。じゃあもうあっちも開いてるかなえー、ここも開いてるし。で、なんかこの中身もさ、なんか終わってそうでなにこれこの足ショット何これさすがにスカちゃんかこれスカちゃん臭いな。これは人じゃないですね。さあ、ここ開いてない。はいはいはい、スカちゃんだ。まあ、スカちゃん無視からの、ちょっと長い武器ケース。オープニングセレモニー。さあ、来い。T7 とか来いよ。ほんとに。ちょっと頼むって。何もないの いや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 、これもう数万レイドですけど、ちょっと待ってください、これまずすぎる。こんなにも人芝居たのにさ、さすがにないでしょ。アップね。足折れなくてよかったわ。さあ、残り1分ね。え、40秒ですが、こっから大逆転見せます。ちょっと待ってください。ちょ、ジムバック漁るわ。あさらせるの早く。早くしてくれ。ちょ、時間がない。マジで何かしら出てくれないか。もう無理なんか、ああ、開いちゃってるわ。ああ、開いちゃってるわ。ああ、もうダメな。 チームバックにすべてをかける。終わった。マジか。もう、インポスターやっても稼げないんか。今回、まあ、コントラクターと会えなかったっていうのが、まあ、でかいか。はははは待って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 。待って待って待って。ははははなんかいるわ。嘘嘘嘘。来た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 。なんかやってきちゃった。あいつ芝来たい。ちょ待って待って待って。あいつ絶対芝こおれーはい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 。ダメんじゃねえぞ。はい、こういうこと。ちょ待って待って待って。おい、来た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 。来た来た ナイスーありがとうございますなんか最後の最後にやってきたぜちょっと待って待って待って。ちょ、まず,まず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 い。これさ、ワンチャン変えた方がいいかも。ちょ、やめてやめてやめて。あ、まずいもうさ、無理かも早くしろ早くあ、それあ、されあ、されあされ、あーなんかしら、出てなんかしら来いなんかしら。あー !BP だ !BP だナイスナイスナイスちょ、もう無理かあー来た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 いいじゃんいいじゃんいいじゃんはい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 。あー残り20秒 なんとかギリギリ間に合えいけいけあぶねあぶねあぶね残り3秒かはいはいはい勝ちました対戦ありがとうございましたこういうことこれが今回物語よーぽんはい、ということでですね、本日の最終結果はこっちねえ !6 万9000円まあ、10万公演には届きませんでしたが、最後の最後で、 なぜか、ドラマがありました。はい。あいつなんだったんだろう。あれ多分さ、ボットじゃないよね。よくわかんないけど。あれ多分さ、インポッちゃんにさ、撃ったのか、それとも、ま、僕のね、えー、足止めをしたかったのか、よくわかりませんが、なんかしんないけどね、えー、最終的に、ま、撃ってきたわけですが、まあ、とりあえずそいつを縛いて、まあ、こんだけいったと。いや、よかった、マジで。これ、縛かなかったら相当渋かったけどさ、 なんとかね、え、縛いて、ま、じジじです。ま、皆さんもね、あの、120円かけて、ま、10万公演、ま、ゲットする方はゲットするんでしょうけど、ま、やっぱりね、あの、自分の手で稼いだ公演っていうのはね、やっぱ愛着も湧きますし、ま、その分ね、あの、全ロスした時に、ま、メンタルもブレイクするわけですけれども、ま、そこを含めてね、楽しんで、ま、これからもね、全ロス生活送ってほしいと思います。以上、こんがりでした。じゃなっ、ジジー。